坂上氏は、坂上を、死の名とする氏族。略称は、坂氏。旗氏などと、並び有力な都来系氏族である山和の綾氏の、阿知を見を師祖とし、坂上忠氏だを始祖として、坂上忠氏性を称した。代表的な人物に、征夷大将軍の坂の上の田村麻呂がおり、田村麻呂の後には師匠に見える中で、陸津守や、道のくすけ、 守府将軍や守府副将軍など、道の区国の交換が多く排出されている。日本三大実録坂上滝守の卒伝に、坂氏の先、聖伝少主滝守官略、不追家風とあり、坂上氏が腐者や記者など武芸を家風とし、世に少主を伝えたことが明記されている。お主と並んで子孫は、代々、部門を家業として朝廷に仕える。 また清水寺別党、右表へただし、山と守る、妙博士、左衛門の大尉、ケビーシたい等を接襲した。俗に本記には、坂上狩りたマロが、放棄三年と延暦四年の二度にわたり、同族である山との囃子を代表して、公認天皇や官務天皇に立て祭った上表文が、伝わり、そこでは、五官霊帝の光栄と称する祖先のあちおみが、 王神天皇の時代に十七県の妊婦を率いて、九だらから日本へと帰住し、大和国高市郡日の熊村を賜って居住したとしている。日本初期では、大和の綾氏の祖あちおみとそのことかおみが十七、県の当類を率いてき、きとあり、古時期にも、大和の綾氏の祖、あちの氏とあることから危機が成立した八世紀初期には、大和の綾志の子想が、 あチオミであると認識されていた。しかし、危機では、借りたマロの上標文にある五関連帝の光栄であることや、あチオミがくだらから日本へと帰順したことについては、触れられていない。坂上死刑図によれば、坂上正正の子孫は、あチオミの孫で、大和の氏の坂上正氏だである。五世紀末までに、あチオミの孫の代で三原に分かれ、六世紀以降も、 分裂を繰り返して、居住地の地名を氏名にしたり、職所を氏名にして、存在を主張していくようになる。ただし本家と文家という関係ではなく、あくまで同族内で対等な立場での分裂であったと、言われている。日本初期には、山和の綾坂上正氏根まや、山和の綾坂上正氏の長見へ、坂上氏も6から7世紀には、山和の綾氏から分かれてはいたものの、 当館を冠していることから、大和の綾氏の支配下から独立していたとまでは見られていない。人身の乱では、大天王寺法として、坂上国馬路、熊毛、老いなどの名が見られ、乱で活躍したことから、天武天皇十一年に大和の綾氏が村寺生を賜ったことから、坂上氏も坂上忠氏から坂上蓮とし、同十四年には大和の綾氏が忌み寄生を賜ったことから、 坂上忌みきとしている。七世紀後半に入り、山和の綾氏の同族ではあるが、一氏族としての坂上氏が独自に存在するようになった。坂上氏の本拠地は大和国添上郡坂上である。坂上氏だの子の一人である、坂上駒子の子が、坂上忌民束で、坂上氏名、おい、大国。おい、国マロが、人心の乱で、大アマ王子法として活躍した。 奈良時代初期に右英史単位へと登った坂上大国は武漢にあり、坂上市で武人としての活動が確認できる最初の人物である。大国の子である坂上犬飼は武人の資質を認められて、聖武天皇の長愛が厚く、父である大国を超える左英史忠だに登った。犬飼の小坂上えかれたマロは、藤原中丸の乱で中丸の古訓寺マロを、 小じかまたりと共に射殺し、この功により、狩田麻呂は、即日正六以上から十四位下と五階級少女の、上、大井美希の正を賜もの組みされ、坂上大意味きとなる。また、宇佐八幡宮信託事件に際して、同教の関係を告げ、その排斥の功績により、正四位下、道の口呪将軍に除任されている。 ひがみかわつぐの乱では連座して開巻されるが、すぐに再び右へ下ただしに復職している。延暦4年2月に、13位に助せられ、苦行に列し、同年6月に、一族は五官の霊帝の子孫であるにもかかわらず、規制を帯びていることを理由に改正を上表し、許され、一族の11世16名が、意味規制から、宿根制へ改正する。 狩田タマロは三義にこそ登れなかったが、無人を排出する氏族としての坂上氏の地位を確立した。田村マロ以降の坂上氏の動向であるが、田村マロには、坂上王の坂上公や、坂上清や、坂上正の、そして官武天皇の記載だった、坂上春子らの多数の子がいたと伝わっているが、坂上思想家の家督を継いだのは、 津国住吉群平野省の領主となった、坂上大野だった。しかし大野は創生し、弟の坂上荒野が、平野省と坂上氏の家督を継ぐ。その後荒野も早死にしたため、その弟の坂上清矢が後を継いだ。清矢の次の坂上東道は、田村麻呂以来の東北経営と父あるいは叔父の、広野に始まる平野章の経営に携わり、この坂上吉見影は、 武人として、東北で活躍するが、その子の坂上これのり、孫の坂上望む城は、歌人として、名をなし、その子孫は代々、京都のケビー市長に出資し、病房博士やケビー死体を継承した。荒野の子の坂上峰夫は、自重として都にあったが、孫の坂上貿易も、創村の坂上光松も、東北経営と都での任に、ついている。 当道の後の平野省の経営については、平野坂上市の氏寺の長宝時期によれば、坂上高松が継いだとされる。坂上高松を外する平野坂上市の宗家は代々、京都の区下との隕石関係を維持し、明治時代に東京に移るまでは長宝寺の近くに構えた屋敷に住んでいた。この平野氏から末吉家をはじめとする平野七面へが分かれた。 各家は伝えている。宗家の平野省の坂上市を支え、代々、民部を称し、堺と並ぶ、中世の自治都市の平野を担った。平野七名家は、江戸時代は、幕府の大官となり五万国を、支配地とする。東末吉や、西末吉家に分かれた末吉市の子孫は、今日も、平野の地に泊まっている。田村マロ流の内大野家、荒野家、 清谷系の三系統を、坂上四本家という、坂上大野の子孫、坂上荒野の子孫。平野伝子と坂上荒野の子孫の平野氏は、荒野の三代後の清水寺、別当坂上邦液のこの秋田城之助言盛り、坂上高松に始まる、摂津国平野省一帯を開発したという名家。平野氏の末裔の末吉氏は、平野隼都姓 都市基地の弟の平乗り方に始まる。平野七名家への筆頭で、戦国時代の自治都市、平野の失政を務めた有所ある家柄。南蛮貿易や朱印城貿易、伏見銀座の運営に関わり、江戸時代は江戸幕府の大官職を務めるなどした。俗軍書類中坂上系図によると、道の区検証場の坂上来園は、 藤原秀里の孫藤原千清の養子になったという。氏族は平野氏、末吉氏、土橋氏、辻原氏、清康氏氏、西村氏、三上氏、井上氏など。坂上清家の子孫。摂津神に任じられた姓は源氏の源の三中が、ただ盆地に入部、所領として開拓するとともに、多くの老頭を養い武士団を形成し、 武士団の中心として、坂上党の党領、坂上頼継を、摂津家に任じ、山本総司に要請して、西満所、南満所、東満所を統括して、多大の経営に当たらせた。三十四代、坂上頼康が、足利義輝に仕えたものの、同じただご家人の一人であった、塩川国光に信仰され、山本坂上氏は衰微する。その後一時、 豊臣秀吉の親衛を務めるが、後に退院して、町人となり、山本前太夫と合して、山本で、庄屋や酒造、銀行採掘、両替業などを営み、演芸をして、余生を過ごした。木の国の在地領主小島氏は、坂上望む城の末裔という、大阪の陣で豊臣方につき本家は滅亡したが、書流が後に、王将屋となった。紀の山口氏は、 田村麻呂の五世の孫である、坂上五郎の末裔の武士。紀山口西に、坂の上の田村麻呂の墓である、将軍塚や、山口西は、坂上村とも呼ばれて、紀坂上市の本願地であった。山口紀内が、大阪夏の陣にて活躍。田村氏は、道の区国田村郡に起こり坂上清志の彦の、田村小明に始まるという、欧州屈指の大豪族で、 伊達政宗の性質を出し、江戸時代も名簿大名家として続いた。氏族は山本氏町口氏小島氏山口氏田村氏田もか氏など。山本総司や坂上市名望家坂上市、田村マロの4男であるマッサノから後世今後の坂上、正サは河内国から摂津国と島郡池田に移住して、領主となった。 正サを祖を外する池田坂上氏は南北朝時代に同族の貴地氏と共に南朝方に組みしたため没落した。坂上広尾の子孫。広尾の孫の坂上康主が愛賀氏の祖となり、同じく孫の坂上中澄が大見国に所領を与えられて土着して鎌倉幕府の御家人となり、坂上院清の時に貴地氏を称している。 高野山下山後の織田秀信の形質となったという、伝承に登場する町野の父、木地、新し西門の城をこの系統と考える説もある。木の国かだ正寺当職杉原氏政は、坂上政で、陰清の孫の友清が、杉原氏を称した。主な氏族は、愛賀氏、木地氏、杉原氏五官霊帝猿王石秋雄八臣、高臣坂上志田寺家、坂上駒子寺家、 弓田場家、首銘鹿郎大国犬飼、狩田マロタムラマロ、タムラマロ長男、大野、志孔木並、次男ネオ、峰夫、峰ス行商高時、当たり道広道区にあたり、久し影のりちか訂正のりあき、名三男木吉屋東堂高影これのり餅城、厚乗りのりちか訂正のりまさ、名ありがとうございます。